こんにちは、デリッシュキッチンです。ゆず胡椒ハリハリ鍋を作ります。水菜1袋を用意し、食べやすい大きさに切りましょう。ネギの白い部分1本分は斜め薄切りにします。大根4センチは半分に切りましょう。その後ピーラーで薄く剥きます。人参2分の1本もピーラーで薄く剥きましょう。豚バラ 200g は3センチ幅に切ります。鍋に酒大さじ2、みりん大さじ2、醤油大さじ1と2分の1、柚子胡椒小さじ1、水 600cc を加えます。鍋を熱して豚肉を入れましょう。蓋をして弱火で8分煮ます。その後ネギと水菜を加え、大根を乗せます。その上に人参を乗せ、1分煮たら完成です。